オスプレイをめぐっては去年11月、在日アメリカ軍の機体が鹿児島県の屋久島沖で墜落し、8人が死亡しました。これを受け、陸上自衛隊も木更津駐屯地に暫定配備している機体の飛行を見合わせていました。木更津駐屯地のオスプレイは、今日午前、駐屯地内の低空をホバリングし、その後、高度を上げて飛行しました。 当面の間は周辺の空域を飛行し、自衛隊員の技量を回復した上で、次の段階の訓練に進む計画だということです。陸上自衛隊は今月18日、木更津駐屯地にある木更津市に、安全性や事故の再発防止策、それに訓練再開の手順を説明し、木更津市はおととい、 市議会の了承が得られたたため飛行再開を容認しましま木更津駐屯地のオスプレイの飛行再開について熊谷知事は県民の安心・安全が最優先とした上で国に対し今後、できる限り県民に対する情報の開示と説明責任を果たしていただきたいと述べています。